行ってくる。最も早い馬娘が勝つという皐月賞、成長を見せつけるのは誰だ。現在1番人気は成田大臣、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、リワハヤヒデ、2大マイル戦覇者オグリキャップ、3番人気です。実力は間違いなく上位です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは1番5番リワハヤヒデ、期待通りの結果を出せるか。1番人気成田大臣、さあ激しい先行争いで前に出たのは5番、続いて1番5番1番、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ1番ここで先頭です。続きました5番、早くも激しい競り合い、そしてそのうちオグリキャップ、そしてその外を回ってリワハヤヒデ、すぐに続いて3番、さらに10番外を回ります。17番9番、並びかけてきた。さらにその外からは15番、1馬身離れて成田大臣、そしてその外から行ったのは7番、2馬身離れて8番、2番、並びかけてきた、少し離れて6番、そしてその外を回って13番、第2コーナーを抜け向こう正面に入った1番、快調に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。依然として1番、1馬身離れてリワハヤヒデ、3番手、5番、1馬身差オグリキャップ、5番手に3番、少し離れて10番、内9番、少し離れて成田大臣、15番、並びかけてきた。それを見るように17番、その後から7番、1馬身離れて8番、そのうち並んで2番、外を回って6番、1馬身離れて13番、1馬身差11番、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。抜け出したのはリワハヤヒデ、だが後続も追いつかれる。見ていてくれ、これは私の全力だ。100を通過、オグリキャップ完全に抜け出した。オグリキャップ足色は衰えない。リワハヤヒデ追いつかれる。オグリキャップ一着でゴールイン。実力をいかんなく発揮しレースを制した。勝ったのはオグリキャップ。皐月を制し3冠の一角を